てますかね。大丈夫ですか。じゃあ始めましょうか。はい、阿部かや子23歳、6月生まれの双子座です。なんかちょっと思ってた自己紹介と違う感じになっちゃった。目覚ましテレビお天気キャスターを務めさせていただいております。ちょっとお天気見えるとこでやってますけど、まあ、だいたい今日は曇りだと思います。ゆるすぎかな。阿部かや子100の質問スタートです。これ自分で言うのめちゃくちゃ恥ずかしくて、最初は多分かや子っていう音からで、漢字は多分後で当てたものなんですけど、花のようになる子っていう意味らしいです。恥ずかしい。出身地は大分県です。大分の人見てるかな。もう本当に何にもないっていう、悪口じゃなくて、何にもなくていいところっていう感じですね。泥団子をいかに首びかりするぐらいまで磨くかっていうのを一人でずっと保育園でやってたイメージ。ぼーっとしてることが多いかな。結構マイペースだと思います。ぼーっとしてるがゆえにあんまり人の話聞いてないし、なんか怒られたりとかしてもなんかもうズーって感じで、聞いてるようで聞いてないかもしれない、ごめんなさい。ないと思います。今も彼ととっても仲いいです。誰にも気づかれずに、一番教室の一番後ろの席で、一番隅っこの席でちょっと居眠りしてた。エッグボ。好きな食べ物、揚げ物、人参。何もしてない、わからない。毎日お風呂に入ること。ねえ、ありますよねそういう質問。考えなきゃダメかな。斧。天然ボケだよねってよく言われるんですよ。しっかりはしてるとは思ってないですけど、天然じゃないと思うんですよね。天然って長嶋さんみたいな人のことじゃないですか。アイコンとかわかんないけど。パン、卵、おかか、絶対お米、鬼滅の刃。もうとにかくもう出てくる人がみんな魅力的で泣ける。決められない。宇髄天元さん、どっか行きます。なんかもう誰にも会わないところ。実家帰ろっかな。これもまた誰もいないところで旦那さんとかと二人きりでのんびり過ごしたい。ベトナムのフーコックっていう島があるんですけど、なんか本当に静かで、もう波の音しか聞こえなくて、静かにこうゆっくりとした時間を過ごせたのですごい気に入ってます。また行きたいです。フランス、なんかエッフェル塔とか見ながらおにぎりとか食べたい。バックナンバー、決めなきゃダメですか。怖い話とか、なんか暗い曲だから好き。ノッティングヒルの恋人、一応ソフトテニス部に入ってたんですけど、中学校1年生ぐらいの時にすぐ幽霊部員になっちゃってスーッと辞めていって、でも一応副キャプテンまで上り詰めたんですよ。2人ぐらいしかいなかったから。私目がよく固まっちゃうんですよね。なんか一点を見て誰かに話しかけられても目だけ動かせない時があって。こういう感じ。ないです、全部です。お風呂に入ります。最近結構してるかな。無水カレー、お水を
入れずにお野菜の水分だけで作るカレーが個人的にはちょっと美味しいんじゃないかなと思ってます。なんか保育園で床をひたすら雑巾がけしてる。地味でごめんなさい。でも地球が最後の日ってなったらみんな殺到すると思うんですよ、焼肉屋さんに。だからどうしよう。え、でもその人並みをかき分けて何時間並んでも焼肉が食べたい。鬼塚千尋さんの月光とか言ってた気がするんですけど、この腐敗した世界にダメだ、お箱とか言っときながら全然歌詞覚えてないわ。男の人、なんか男の人って悩み多いじゃないですか。なんかすごい頑張るサラリーマンとかかっこいいなって思います。ダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨けない、それっぽい言葉言っただけなんだけど。でもひたすらもう落ち込む、落ち込んで落ち込んでめちゃくちゃ泣ける曲とかを聴く。そんな強気じゃないから、あ、でも私全力で笑うとエクボが4つできるんです。今あるかな、この辺とここに地味イラッとしたことあって、うちのテーブルってものすごい硬い木でできてるんですよ。なんかその硬い木がなんか私の小指にすごいぶつかってくるんですね、いつも。もうそれがもうなんか息が止まるぐらい痛い。わかります、この感覚。ちょっとイラッとしました。東京に来たことと電気キャスターが決まった時はなんかウィーってなりました。海外ドラマがすごい好きなのでカーテンとかも全部閉めて、もう真っ暗な部屋で一人でひたすら海外ドラマを見てる時は幸せ。海ですね。山も綺麗だけど登らなきゃいけないじゃないですか、それがちょっとね。私なんかすごい今日すごい落ち込んだとかすごい怒ってるとかも一回寝たら全部なんかパッと忘れちゃうんですよ。それいいよねって言われます。褒められるっていうかいいよね、もうちょっと大人になったからさ。ビールを飲むのがすごい好きなんですけど、糖質オフのビールを買うか普通のビールを買うかでちょっと悩む。最初の 1,2 本普通のビール飲んじゃうんですよ。でその後を飲みたいなと思ったら 70% オフぐらいのやつを飲んでます。動物と無人島で生活するゲームあるじゃないですか、ダウンロードしました。コンビニスイーツ見ないようにしててもちょっと視界に入るとなんかうわうわ美味しそうみたいな感じになっちゃうから買っちゃうかも。黒とか白とかモノトーンメイクかな。何年か前に保育園の時に書いたタイムカプセルを開けたんですけど、そしたら残りモーニング娘。に入りたいって書いてた。でも就職をしてスーツとかちょっときちっとした格好してハイヒールとかで丸の内あたりをこう肩で風を切って歩いてる理想理想。私ね慎重派なんですよ。どの時点で1億円手に入るかにもよるけど、今1億円手に入ったら多分貯金しちゃって老後とかに多分うわって使うかな。社会人になって自分のお金で自分で服が買えるようになって、気になるブランドとかが出てきたんですよ。でそこの服をオンラインとかで試着せずに買っちゃって死ぬほど似合わなかった時にうわって思いました。しっかり寝るんです。集中力のいる仕事だと思っていて、寝なかった日ってなんか噛んじゃったりとか、あーちょっとなんかこここうだったなっていうのが出てきちゃうから、6時間ぐらいはしっかり寝るようにしてます。布団から出る2時50分30分ぐらいかな。例えばアラームとかが鳴って目が覚めて3秒経つと人ってやらないための理由を考え始めるらしくて、だから3秒以内に布団から出る。
私外でお仕事してるから、晴れてる空とか朝日とか日が昇るタイミングとかを楽しめるっていうのはいいかなって思います。今日お昼何食べようかな揚げ物好きだけど今日はハンバーグが食べたい上京するとき寂しかったですね。お父さんエンタメの蝶ネクタイの人、怒られるよ。お母さん真面目ママかな、長島さん。メインなのにすごいこと 言うんですよ、たまに。続いてはお天気です、かやちゃんって呼んでもらうんですけど、続いてはかやちゃん、お天気ちゃんみたいな感じになっちゃった時があって、だってメインって緊張するじゃないですか普通。逆にもそこって羨ましいです。漫画とか海外ドラマとかの見すぎかもしれないけど、腕まくりしてな、この辺とかここは大事、なんかさって見えるとか、あとネクタイこうこうやってこういう違うんだから憧れる。筋肉もいい、なんかこういう、あでも私そこまでじゃなくてもいいかも、なんかとにかくここ朝早くない方がいいですね。11時くらいに目覚めて1時くらいに適当になんか会うみたいな感じでパスタとか食べに行って、もうコーヒー飲んで早めに解散。ジーパンデニムとかに白シャツとか、シンプルなのが好きかも。喋らなくなる一人ぼっち動きやすいこと。記憶があるのはその中学生ぐらいだと思う。そうね、モーニング娘。に入ることは諦めた冬が寒いんです。家族、調味料は変えてもいいですか？調味料変えてもいいなら揚げ物。男性になったらヒゲ剃りたい。アルパカ、え、なんかよく言われるんですよね、なんかぼーっとしてる顔がアルパカに似てるよねって。褒められてないと思います。春、愛犬あのゲーム機の充電の専用のコード。ゲームしすぎかな、多分悪いと思います。あのベッドと壁の間にちょうど自分が挟まるぐらいなんか溝があるんですけど、そこにこう横向きに挟まって落ちた時はすごい痛かったけど、這い上がることを諦めたようで朝そこで目覚めた。豚骨、九州なんで。実家大雑把だと思うけど、几帳面なとこは几帳面なのかな。大学の時にカフェでバイトをしてたんですけど、そこの、 あの店長さんも早稲田大学の先輩で、その人と話してる時に将来何になりたいのみたいな話になって、アナウンサーとかなれたらいいなと思ってますって言って紹介していただいたっていう感じですか。曇りのち晴れ、伸びしろがある方がいいかな。スポーツも楽しそうだし、エンタメも楽しそうだし、わかんない、夢はでっかく全員キャスター、なんかタダで誰にも気づかれずに美味しいものを食べたい。プライベート7、仕事3、大事にしてます割とプライベート。今嬉しいのは、私基本会社にいる時も割とスニーカー履いてることが多くて、動きやすいものがいいです。柔らかい雰囲気のおばあちゃんになりたい。もうなんかほんとすいませんね、なんかこんな私が偉そうになんかお天気とかをお伝えさせてもらってほんとすいませんっていう感じなんですけど、ちゃんとなるべくお仕事はあのしっかりやるように心がけてますので、どうかこれからも見てください。目覚ましテレビをよろしくお願いします。バイバイ。